ました。髪を切ったベトナム語で。カッタ。カッタ。ライ。ライ。チンチャオ。カメハオ。ビラノリ。その時、モード学院のインスタグラムを探して、のりかぜの写真をあげた。2枚写真にいいねした。それだけ。から朝、のりかぜのメッセージもらった。怖かった？怖かった。もっと、身長は聞いたけど、まあ、大きいと思ったけど、写真はね。けど、小さかった。スターバックスへ来ました。そこで勉強した。ああ、勉強した。何回か連絡取って写真撮ったり、ご飯に行って、4月でしょ、会ったの。5月、8月ぐらいの集まったでしょ。7月の26日。24日に付き合い始めました。日本人はラレンと名前で呼ぶけど、ベトナム人はアンと呼ぶので、びっくりしたけど、呼びやすい。呼びやすいね。ごっくは言いづらい。それと、ご飯を食べるときに、隣同士で座るのが、みんなと違うから、恥ずかしかったけど、みんな向き合ってるのに、ここだけ隣同士。慣れた。ベトナム人は恋人のことをよく話す。日本人は話さない。あまり話さない。のりかずのお母さんは誰でもいいと思う。優しいね。選んだ、のりかずが選んだ人は悪い人ではないと思ってるから。ベトナム人は分からないけど、日本人は彼女といる時間はとても長い。家が近かったら週に何回も会う人が多い。カモンダラさん、皆さん10分見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。次のビデオも楽しみにしてください。バイバイ。Thank you.